とゴールデンハーベストの合作映画燃えよドラゴンで大きなチャンスをつかむ。そこでボロヤンは敬愛するブルース・リーと出会い、彼は今でも若い俳優たちにブルースの偉大さについて熱弁することを忘れていない。ボロヤンはよく撮影の傍ら受け手としてブルースのスパーリングパートナーを務め、彼の手加減した蹴り技でさえその威力はずしりと体の芯まで重く伝わってきたと豪語するほどのブルース・リー信者である。そしてブルース・リーがいなければ自分は今こうしてハリウッド映画で活躍できていたかどうかもわからないと言っていた。まさにそれはあのブルース・リーなくしてヤンスへの世界進出はありえなかったのである。そんなヤンスへは燃えよドラゴンで注目を集め、脇役から準主役級の役柄に返り咲いたものの、相変わらず出演するどの作品も後世に評価されるには程遠い乱作ぶりであった。しかし1987年、さらなるチャンスが彼の俳優活動を大きく変える吉報が飛び込んできた。それはジェン・クロード・バン・ダムとの共演作ブラッドスポーツであった。彼は燃えよドラゴンのファンであり、以前からボロヤンと仕事を共にしたかったのだ。これを機にハリウッドから出演のオファーが来るようになり、国際的なスターとして認知されるようになる。本国日本では C 面75などの強烈な悪役のイメージが根強くあるが、彼が活動拠点を香港から海外へ移した90年代の彼の出演作品は未公開作品がほとんどであるが、その中には